30秒のためにおばあさんを待たせるわけにいかない。なんだけどさ、はい、真ん中の方がいいな、やっぱミッシーが当ててるとこ、ナイフの腹っつったらいいんだな、やりやすいところ。あ、それはもうどこでもいいんだ、うん、ただ先っぽでやったけど変に形がくるくるなってやりにくかったですよっていうのだけはお伝えしておきますね、うん、このちょっと曲線に近いところはやりにくい。斜めでやればいいんじゃないの。性格が曲線。いかがでしょうか。性格が曲線だから。まあですよね。こういうこと言うからダメなんでしょ。だから日誌が世の中的にまっすぐだったんだったら俺はまあ曲線で正しいから大丈夫。僕は世の中的にはものすごく簡単に。どんぐりのせいくらいだ。どうしようかな。